皆さんこいもちは、やきまるもちだよ。今日はリクエストいただいたソイチューバーを使っていくわよ。この武器は、チャージの途中でもチャージキープができるんだよ。あとは、チャージキープできる時間が他のチャージャーに比べて長くて、5秒もチャージキープできるのよ。そして、チャージキープからの射撃速度がチャージャー系で一番なんだぜ。欠点としてはチャージ時間の長さの割に射程が短いみたい。そういうところを意識して使ってみてね。シールド多すぎない？そりゃあ誰もウプ主には近づかれたくないからね。倒しちゃうからだよね。そうだよね。ちょっと前に出すぎじゃないか。ウプ主はお相手を見つけるとすぐ突進しちゃうからね。はぁ、ダメージ効かないでよ。いや、ダメなことぐらいわかってるよ。でも、見つけると、倒すぞっていう気持ちが前に出すぎてしまうんだよね。ふむふむ、その結果体も前に出すぎちゃうと。とりあえず、落ち着いて行動するんだぜ。落ち着いて。そんなことより、そんなことより、僕の渾身のボケが。何言おうとしてたんだっけ。僕のボケを無視しておいてそれ。ナイスキル。ナイスです。ナイスキルは言ってくれないのにどうしてですだけ声揃えて言うの。僕泣いちゃうよ、いいの。泣いたら餅が出てくるんでしょ。食べ放題だな。こんな情のかけらもない奴らはほっとくよ。ナイス玉投げてきたわね。お相手は人にやられてるから今が攻め時だな。あ、あいつなら倒せそう。惜しい、そういう時もあるから大丈夫よ。渾身は。なんで倒せないのよ。はぁ、これだからウプ主は。やられたけど大丈夫。次はやられないように頑張ろうな。渾身は。一人も倒せずにやられるだけなんて、塗りにも貢献してないのに何ができるんだよ。え、冷たすぎない。結構自陣まで塗られてるから、塗りながら前に出ていくよ。右側でナイス玉溜まってるわよ。そうだね、それでやられないように気をつけるよ。危なかったわね。今度は左側で溜まってるんだぜ。ナイス玉多すぎない。3人もいるんだな。道理で多いわけだよ。今のところ何もできてないから何か活躍したいね。とりあえずウプ主がするべきことはやられないことね。確かにそうだね。もうこの試合では絶対やられないよ。今やられた？絶対やられないよ。みんな前の方で戦ってるから早く駆けつけたいわね。僕学習したよ。ここ降りたらやられる。遅いわ。降りなくても回線がやられたんだぜ。はぁ、めちゃくちゃいい試合だったのに残念だよ。どこがだ、なんでまだ塗ってるのよ。いや、もしかしたらこのまま試合終了までいかないかなって。そんなことあるのかな。そうだよ、まだ1分も残ってたのよ。そうだね。ってことはここが回線の頑張りどころってことだね。回線が切れたからこうなってるのよ。でも、まあまあ長くない？もしかすると、もしかするのかもな。これは、世界初、回線落としながら勝った餅になれるね。本当にどうなるか楽しみね。もうこんなところまで塗り進めてきたのか。これで僕の勝ちだね。結局、ソイチューバーの良さは伝えられなかったわね。まあ、ウプ主の活躍してる姿は視聴者の方も期待してなかったと思うぞ。いいんだよ、勝ちは勝ちだからね。それは勝ってから言いなさいよ。絶対